N 国から国民を守る会代表のザファー隆です。皆さんおはようございます。緊急事態宣言が解除されですね、まあ6月から多少少し活動していこうかなというふうに思うんですが、今日の動画なんですけど、皆さん興味ありません？柏の軟体動物ツアー。そう。くにゃ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 。斜め45度に傾き、髭を抜き落とす、くにゃ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 、斜め60度になり、髭を抜く。まあ最近はマスクしてるんでね、髭抜く動作は見れませんけど、皆さん、どうか一緒に行けませんか？まあ何人かと一緒に行くんですけどね。ただ、本物の軟体生物は、本物の軟体生物を見るにあたっては、黙っていかなきゃいけないんですよ。何月何日に行くって言っちゃうと、構えちゃうから。ね？背筋ピンしちゃうわけですよ。軟体動物なのに、骨が入っちゃったらような感じでピンしちゃうんでね。だから、ぜひ皆さん、行きたいなという方はですね、直接サーファー高橋に LINE ください。そして日程をこちらお伝えしますので、そーっと、ドアを開け、見た瞬間、そこには素晴らしい軟体動物を見ることができます。リアル軟体動物。ね、皆さんもね、ここ最近水族館とか行かれてないと思いますんでね。ね、まあ、水族館は自体でやってないからね。だから、まあその、ね、軟体動物皆さんで見に行きましょう。ツアー組みますんで。はい。内緒のツアーになりますので、よろしくどうぞ。サーファー高橋でした。